公立大学法人奈良県立医科大学附属病院は奈良県柏原市市場町840番地にある公立大学法人奈良県立医科大学の附属大学病院である奈良県災害拠点病院に指定されておりすぐ西隣を通る近鉄柏原線上に新駅の設置が予定されている奈良医療情報ネット奈良県 2021年1月14日閲覧。ABC 概要。奈良県立医科大学附属病院。2021年1月14日閲覧。ガンネット奈良がん診療連携拠点病院等。奈良県医療福祉部医療政策局疾病対策課。2021年1月14日閲覧。奈良県のエイズ治療拠点病院一覧。STD 研究所。 2021年1月14日閲覧。災害拠点病院一覧。厚生労働省。2021年1月14日閲覧。週3規模医療センター一覧令和2年5月1日。現在。厚生労働省。2021年1月14日閲覧。病院評価結果の情報提供。公益財団法人日本医療機能評価機構。 2021年1月14日閲覧。ABC アクセス奈良県立医科大学附属病院。2021年1月14日閲覧。ありがとうございます。